おはようございます。今日はですね、ちょっと見てもらえますか。私の爪、地爪なんですけど、ちょっと伸びてきたのでセルフジェルネイルをお家でやっていきます。去年の秋ぐらいから始めたんですよ、これをね。一式ジェルネイルセットをいろいろ買ってやってみてるんですけど、ちょっとサボってしまってて、今日は久しぶりのジェルネイルをしていきたいと思います。じゃあまず切っていきます。エイトの卒業の時はしてたから、2ヶ月ぐらいずっと何もしていない爪で過ごしてました。もうこれもね、楽ちんでほんといいんですよね。ちょっとこのストーリーズで皆さんにおうち美容についてちょっと質問をさせてもらったんですね。アドバイスや質問ありますかって。そしたらたくさんのメッセージをいただきまして、本当にありがとうございます。せっかくなのでそれに答えながら今日はやっていきたいと思います。番組によってネイルの色を変えたりするのですか。いやー、ちょっともうね、番組によってはさすがにそんなに器用に変えられないので、しかもジェルネイルなので一回一回オフもすごく大変なので、1ヶ月に1回ぐらいのペースで、2ヶ月サボってる私が言う話じゃないんですけど入社当時からいわゆるオフィスネイルっていう薄いピンクだったりベージュとか、なんかこうフレンチネイルとか、結構こう目立たない感じのさりげないネイルを選ぶようにしてます。そんなに派手な色じゃない、結構シンプルな色が多いです。爪切りました、こんな感じで。このスポンジ、なんだろう、爪の表面ちょっと少しだけ削ります。なんかこれをすることでジェルネイルとすごく密着しやすいんですって。で、全然硬くないので柔らかいので、そんなに爪の表面も傷つけない感じのものです。テンションが上がるネイルの色はありますか？あります。あ、そう、これ赤色は私すごくテンション上がるので、フットネイルはいつも赤って決めてます。もうずーっと赤ですね。そうで、夏になったらちょっと期間限定で赤なんだけどスイカにしてみるって大体毎年夏スイカにしてました。ちょっと自分ではできないかな、できるかな、あれ絵のセンスが必要だからね、ちょっと難しいかもお家でジェルネイルを落とすのはどうしてますか。あー、そうですよね、このリムーバーとかでオフする。で、その時に結構オフが時間かかるんですけど、オフしやすいように私こういう風にリムーバーを染み込ませるコットンとかをもうこれぐらいの爪に当てる用の大きさにもう切っておいて、それを固定して巻くアルミホイルとかももうこの大きさに切っておいて入れてます。ここにこんな感じで。さあ、地爪削ったので、ちょっとリムーバーじゃない、ジェルクリーナー、これで爪の表面をきれいにしていきます。できました。で、ここにまずベースのジェルを塗っていきます。で、これで塗ってももちろんいいんですけど、私あんまり器用じゃないので、ちょっとこの別で筆を、マイ筆を買ってるので、これで塗っていきます。ベースを少し取って、このアルミホイルの上にのせます。ここから取る。で、何回かこうお家でセルフネイルして
気づいたんですけど、このベースを厚く塗りすぎるとうまくいかないから、ベースは薄めでいいと思います。なんかベースちゃんとやってなきゃって思うんですけど、薄めでもちゃんと固めたら十分なので、その上にカラーを2度付け3度付けぐらいするので、もうどん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 こう厚くなっちゃうんですよね。でそれで端っこから浮いてきちゃうっていう感じがするので、もう薄めでいい、こんな感じ。真ん中につけて、横慎重に、よし。でベースを、まあ、15秒、あ、そう、これライトなんですけど、なんかね、15秒、30秒、60秒、120秒ってあって、まずベースは、このキットは15秒でいいみたいなので、15秒をして、で、入れます。スキンケア教えてください。おー、スキンケア。スキンケアはもう、美容液、美容導入液、美容液で乳液で、冬がクリームまで塗りますかね。まあお風呂上がりにもうすぐ乾燥しないように、すぐ化粧水とか塗るようにしてるんですけど、時間があるときはパックして、でそのパックの上からなんて言うんだろう、美顔器、なんか美顔器でなんか振動を与えながらする美顔器なんですけど、最初はね毎日のように頑張ってやってたんですけど、やっぱやらなくなっちゃうねえ、ほんと。なんかこう家にあると安心しちゃってね、えせっかく買ったのにたまにしか使わないみたいな、すごくすごくもったいないことしてるので、今日はやろう。っていうか、私のこの持ち方合ってる？結構大変な持ち方してますよね。よし、これでベースは塗れました。こんな感じで。続いてカラーなんですけど、結構質問でも、どんなデザインがお好きなんですか？よくするジェルネイルどんな感じですか？っていう質問もいただきました。まさに今日はちょっともう私がいつもやってるネイルをしようと思うんですけど、っていうかね、もうそれしかね、レパートリーがなくて持っている色もね、こんな感じなんです。ワントーンでアーモンドピンクとピンクベージュとミルクティーベージュ、シンプルな色味で、似てる色味なんですけどちょっとずつ違うっていう、この3色をそれぞれの指にランダムでこのね、3色を塗っていきます。じゃあまずベージュ、こんな色です。見えるかな、どうしようかな、これをね、いつも悩むんだよな、どこに何を置くか。ミルクティーベージュは結構可愛いから親指にしようかな、面積広いし。で、これも結構つけがちなんですけど、何度か塗るのでそんなに欲張らなくて大丈夫みたい。これがね難しいね。よし、しっかりはみ出ました。はい、でも固める前に取っちゃえばなんてことないさ。よし、はい、ちょっと今親指と中指に塗りました。これじゃあ30秒で固めます。じゃあ次、このピンクベージュにしようかな、ちょっと薄めのピンク、これを次塗っていきます。え、これこっちについてた、なんかすごい、この筆こっち側になんかこんな先が尖ったのがついてた気づかなかった、初めて。これで取ればいいじゃん。おお、取りやすい。よし、薄いピンク完了かな。まずは一度塗り、30秒。日々のモットーはありますか？
日々のモットーね、なんだろう、もうなんか毎日楽しく、あ、幸せだな、あ、美味しいなって思える瞬間がちょっとでもあったら本当ハッピーだな、ラッキーだなと思うようにしていて、なんかそういう小さな幸せにちゃんと気づけるかどうかみたいなところは意識してるかな。なんか些細なことでも気づけるような人でありたいなとは思っているので、はい、2度目塗りました。見えてるかな。どうしよっかな、色が意外ともうちょっと出てもいいのかな。あと1回だけ重ね付けします。ちょっとベージュから。はい、3度塗り終わりました。これを固めます。30秒。ネイルの資格持ってるんですか？持ってないですよ。もう持ってないのにね、始めちゃったから大変。美容室はどれくらいの頻度で行きますか？1ヶ月に1回ですね。もうね、色味は美容師さんにお任せしていて、結構春だと少しラベンダーが入ったミルクティーベージュとかにこの間はしてもらいました。梅雨で髪がパサつきます。わかる。ヘアケアはどうされてますか？ヘアケアね、私はあの洗い流さないヘアトリートメントを、あのお風呂上がりちょっとタオルでタオルドライした後、まだ濡れてる髪の状態にヘアミルク、ミルクタイプを今使ってます。ヘアミルクをまんべんなく毛先重点的に含ませて、でその後ドライヤーしてます。洗い流さないヘアトリートメントはやっぱ劇的ですね。全然違う。それはもうずっと続けてます、入社以来。あ、同じくセルフネイラーです。利き手をやるのがなかなか大変ですよね。ほんとそう、ほんと今大変。もうだってこんな持ち方になってるもん。みんなやっぱり同じ思いをしながら頑張ってやってるんだな。メイク初心者はまず何をしたらいいですか？下地って本当に大事なので、ファンデーションとかいくらこう塗っても下地がちゃんとしてないと結構崩れてきちゃうので、下地はこだわって自分に合うもの、こう乾燥肌の方だったらあんまりこう乾燥しすぎる下地だとピキピキになっちゃうので、なんか保湿成分が入ってるものを使ったりとか、その下地をしっかりするとメイクもよれないので、結構メイク初心者の方にはそれは大事かなと思いますね。お休みの日でもしっかりメイクしますか？しません。お休みの日はできるだけノーメイクでいたいっていう人なので、肌をねやっぱり休ませてあげたいっていうのもありますし、結構テレビだとがっつりファンデーション塗ったりとかするので、あれ私これ今何回目だろう、2回目？こっちは3回塗ったんだよな。こっち何回目だろう。もうダメだわ、こういうことやってるからダメなんだよな。雰囲気的に2回目かな。もう1回ぐらい言っとくか。お店に行けるのにあえてセルフには理由があると思いますが、セルフの良さはどんなところですか？セルフの良さはいつでも自分のタイミングでまずネイルができる。であとはお財布にも優しい。あとなんかこうなんだろうな、集中するので結構自分の一人時間に没頭できるというか、自分の世界に入れるみたいなのがあるかもしれないです。よし、3回目こんな感じで、色がやっぱり3回目になるとちょっと色がね出てきます。はい、30秒。ホワイトニングしてますか？ホワイトニングは
大学時代かなに少ししてました。なんかこうセルフホワイトニング、当時何回ぐらいかな、数回やってもうそれを最後に今はしてません。小顔のためのセルフケアは何されてますか？小顔ケア聞きたい、私も。なんだろう、あ、でもここはすごい押してます。気づいたらこうやって押して、なんかリンパ流すようにして、シャンプーするときにこうマッサージしながら、ここもだけど頭の上までこっから引き上げる感じでやってます。さあ、左右ともにカラーは終わりました。これで最後に、トップジェル、これもまたアルミホイルの上にちょっと取りますね。よいしょ。なんか透明だとスイスイ気持ち的に濡れちゃう。なんでだ。そう、今日はこのもうカラーだけにしたんですけど、こういうラメとかで、ラメもね結構こういう、なんだろうな、派手な色はやっぱり目立っちゃうのであまり使わなくて、私がいつも使うのはこの白というか透明のオーロラっぽいこのラメ、これを爪の先だけにこう塗るのが好きです。なんか指先だけキラッときらめく感じがすごく上品でよくします。できたかな。お、さあ固まりました。こんな感じです。ちょっとボコボコしてますが、ミルクティーベージュ、ピンクベージュ、アーモンドピンク、ちょっと濃いめのピンク、こんな感じでさりげなく色が変わってます。ジェルクリーナーかな、クリーナーを染み込ませて最後これで拭いていきます。オイル、ネイルオイルです。これはこれで周りをちょっと、これね、ネイルオイル最後仕上げに塗ることで持ちが全然違うみたいです。で、やっぱり毎日塗るとこの周りの甘皮ケアにもなるみたいで、このねオイルすごく良くて、こうなってるんですけど、ここをくるくる回すと上からオイルが出てくる、塗りやすいです、すごく。さあ完成できました。こんな感じでセルフジェルネイルが終わりました。ふう、ちょっと久しぶりだったのであれなんですけど、はい、こんな感じでインスタグラムで質問やいろいろメッセージもありがとうございました。はい、ちょっと全部にはお答えできなかったんですけれども、はい、読ませていただきます。ありがとうございます。あ、やっぱ久しぶりにネイルするとテンション上がるな。こうなんか指先が綺麗だと嬉しいですね。うん、でやっぱりこのデザインが私は好きです。初心者なものでちょっとガタガタしているところはあるんですけれど、これからちゃんと上達できたらなと。でいつかアートを、ネイルアートをうまくできるようになって皆さんにまた披露できるように頑張ります。ということで今日も最後まで動画を見ていただき本当にありがとうございます。いいねボタンやチャンネル登録もどうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。 from 長島でした。フフ。